はい、皆さん、こんにちは。レクセン2コースの川原です。本日はですね、見事、2022年度ですね、不動産鑑定士、最終合格されました、坂本千恵さんをお招きしまして、私の対談という形で、いろいろとですね、お話を伺っていきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは合格おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろとこう、単なる合格じゃなくて肩書きがあると思うんですけど、まずはね、女性合格者ってなかなか少ないと思うので、今年って143名中女性は30名ですとかね、2割ぐらいしかいない。それでもかなり希少な形で、かつ学生合格ですよね。まだ大学生ってことですはい。ね。はい。で、かつ、今年担当論文ストレートで一発で受かったんですよね。一発合格者。で、かつ、最年少合格ですよね。20歳ですかね。いろいろ肩書きが 渋滞するぐらいこう受かってますね。いろいろとお話を伺っていきます。まずはね、学生の方ってなかなか不動産鑑定士、こう馴染みが薄い資格だと思うんですけど、どういったきっかけで鑑定士の勉強を始められたんですかね。バイトの経験や就職活動を通して専門性が高い仕事がしたいなというふうに考えて、いわゆる修行って言われる資格全般を探していました。その中で、鑑定士っていう職業があることを知って、その専門性とか希少性とか先生に魅力を感じて目指すことに決めました。ちなみに学部ってどういった学部なんですか？学部は生活科学部で、社会科学とかを全般、法学とか政治学、経済学とか広く学ぶ感なじ。るほど。例えば、こう、確かに、司法試験とかそういうの考えたりしなかったですかね。考えたんですけど、ちょっとレベルが高いかななるとほど、なるほ思ど。で、鑑定士になられさそうかなって感じですかね。そうです。確かに、希少性、鑑定士多分8000人ぐらいしかまだ登録者いないのかな。弁護士とか公認会計士さんって登録者が3、4万人とか、税理士さんとか8万人とかいるので、多分希少性という意味では確かに魅力があって、かつ、そうですね、鑑定評価業務、国から認められた独占業務なので、そういった意味でも確かに魅力があるので、それに気づいていただけたって感じですかね。はい。はい、わかりました。じゃあ、いつから鑑定士の勉強を始められたんですかね。大学2年の、9月、10月頃。ああ、なるほど。で、大学3年の8月に試験を受けて受かったので、はい。1年かからないぐらいで合格したって感じですかね。はい。かつ短期合格ですね。またもう一つ肩書きてみます。本当に1年かからないぐらいで受かっていただいたんですね。わかりました。じゃあ、ズバリ、レック選んでいただいた理由というのはどういったことなんでしょうかね。私の兄がレックに通ってなて、るほど。それでその添削指導がすごい丁寧だったりとか、講義も分かりやすかったりとかことで、レックを勧められいたや、のそで。う、僕からするとお兄さん様様な感じなんですけど。なるほど、なるほど。じゃあ、お兄さんもなんかこう、勉強とか資格の勉強されて、レックを使われててってことなんですね。タコさんって全くこう、比較とかされたりはしなかったですか？比較は一応行きます。そうですか。話は伺いました。なるほど。一応、両方、見てみて、はい。お兄さんの勧めもあって、うちを選んでいただいたって感じですかね。はい。わかりました。じゃあ、具体的に、そうですね。学生さん、やっぱりこう、学業もあったりして、それとこう、試験の勉強って、なかなかすごい大変だと思うんですけど、なんか両立させる、こう、工夫みたいなものってありましたかね。そうですね。おっしゃる通り、授業があると、まとまった時間も取れなくて、なかなか難しかったんですけど、暗記物とかだったら、隙間時間でできるので、電車の通学時間とか、授業と授業の合間の10分間なとるかほど、へえ。を、前日に勉強した内容を短時間で復習してました。なるほど。どうですかね、リモートとか在学に、もちろん授業はいっぱいあると思うんですけど、リモートとかこの辺は結構導入されてる感じだったんですかね。リモートは、2割ぐらいって感じ。結構じゃあ、通いでもう、じゃあ、それなりに講義が、その大学の授業があったって形ですね。ほとんど対面授業。なるほど、なるほど。いいですね。学生さんならではの隙間時間ですね。講義と講義の間の隙間時間。すごいいい学生さんならの隙間時間。その間も、すごい勉強していただいたって感じなんですね。わかりました。じゃあ、まずは、鑑定士が担当から、今年ね、担当を向かっていただいたんですけど、担当の学習ってどういうふうにこう学習されましたかね。基本的にはやっぱ足仏過去問集、うちの過去問集ですね。を活用していて、間違えた問題は正解できるなるまで繰り返しといて、
特に何度も間違えた問題は、うん、こう小さなメモみたいなのに間違えた理由とかメモしたりしてまとめてました。なるほど、はい、間違えて何本って形ですかね。そうですね。なるほど。なんかこう意識、こう暗記重視とか理解重視とかその辺の意識ってありますかね、担当段階から。やっぱり理解重視。ああ、なるほどなるほど。じゃあかなり担当段階からこう理解を重視した勉強をしていたことが、まあ、そうですね、多分論文とかに役立ったって感じですね。特にやっぱ鑑定理論は最初の段階から、うん、あの理解中心でいたので、うん、やっぱりその結構鑑定理論軽視、担当は軽視されがちだと思うんですけど、うんうん、結構本当に理解してないと9割とかは取れないので、うんうん、やっぱ理解するためにも先生に質問とか、うん、はい、出ていただいて、はい、でも担当は9割ぐらい取れたので。ああ、すごいですね。それ、なかなか9割実は取れそうは取れないですからね。でもまあ、多分かなり論文の貯金というか、その論文にも生きてきたんじゃないでしょうかね。今最近ってこう、はい、担当と論文結構こうリンクしてる感じがあるので、担当段階でかなり理解を意識した勉強されたことが、まあ確かに本当最終効果にもつながったんじゃないかなと思うんですけどね。わかります。メモってなんかそのこう貼ってったりするんですか？そのなんか間違ったメモっていうのは。あ、そうです。メモは、特に行政法規のテキストにも貼り付けて、うん、どんどん、はい、じゃどんどん分厚くなっていく感じですかね。分厚くなっていきます。なるほど。じゃあ、まあ確かに自分でもこう、確かに自分で書くとまた意識づけにもなりますもんね、はい、間違いないって感じで、そうやって工夫してやしされたってことですね。で、受かって今度論文ですね。論文試験は鑑定理論と民法経済会計学、4科目あるんですけど、学習のバランスとかって何か工夫されたことってありますかね。つい苦手科目に必要以上に時間をかけてしまう癖があったので、うん、やっぱりその学習時間が均等になるように15分単位でこう科目を切り替えてます。すごい。すごい。1時間単位とかじゃないんですね。1時間単位じゃないです。すごい。なんで、ちなみに15分ってなんで15分なんですか？なんか5分だと短すぎるし、30分だと集中持たないなっていう。すごい。まあこう集中ができる自分のこう、タームが15分。タームが15分。どん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 科目を変えていくんですね。そうです、そうです。すごい。ちなみに、こう、大まかな全体のスケジュールみたいなものは自分なりには決めたり、やってたりしたんですね。それがあまり決められてなかったんですけど、まあ、そこはその、講義とか、まあ、リックさんの進行スピードに合わせて。なるほど。うちのコースにまあ乗っていただいたって感じですね。はい。わかりました。じゃあ、4科目のうち、じゃあ、得意科目といる科目はどの科目ですかね。得意科目は民法でした。なるほど。どの辺でこう自分なりに得意で好きな感じですかね。民法って、うん、問題提起、うん、あと規範定律、うん、当てはめっていう感じで論証していくんですけど、うん、その論証の流れみたいなのが、うん、やっぱりちゃんと型が決まってて、うん、でそれ通りにこう論証すれば確実に点数がついてくるところがすごい好きでした。うん、いわゆる三段論法ですね。三段論法ですね。だからしっかり型を身につけてた、確かに今特に民法ってこう論理性重要で、その論理性がしっかり示せてると、それなりに点数がついてくるようですね。はい。理由とかがちょっと若干弱くても、ちゃんと多分三段論法を論理性示していれば点数ついてくる。だからその、まあ、理解科目ですよね。そういう、こう論理性が自分なりに好きだったって感じですね。はい。わかりました。得意科目ならではの、じゃあ民法の学習法ですかね。どういったことで民法を学習してますかね。そうですね。やっぱ基礎講義の段階で、まずわからないところはこのように質問。うんで、はい、理解して、はい、うん、で、まあ、効果系、やっぱりアウトプットとしてはすごい最適だと思うので、うん、まあ、効果系やって、論証の流れを学んで、うん、で、実際、答練を受けて、うん、まあ、その、特になんか重要な分野みたいなところがあるんですけど、うん、まあ、そこを中心に効果系を4、5回繰り返すみたいな感じにしてました。うん、なるほど。まあ、業界的に一応有名とは言える効果系を、はい、まあ、特に民法の効果系はものすごくよくできているので、効果さえいればわかるぐらいにそれが全部できますので、ね、はい、それを中心にやっていただいて、で、これがうちの効果系の教材ですよね。これ実際にね、今日持ってきていただいたんですけど、当然もういろいろとこう、ね、もうメモ書きとかいろんなのが、こうや、多分やった日付とかでしょうかね、こういう感じですよね。で、自分のメモをこうやったりとか、どん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 自分なりにこう、自分の効果系にしてってるって感じですよね。はい、そういう感じです。で、これを何回も、何回も繰り返す。何回も繰り返してますね。はい。なんかいろいろやったりして、自分なりにこう、本当に、やってったって感じですね。ありました。ちなみに効果系ってなんか良かった点ってどういう、特になんかありましたかね。5年目で。良かった点は、うん、特に民法の場合は、うん、結構太字で、うん、なんか、
覚えるべきところはしっかりと、こう、うん、ああ、こういうところですね。はい、はい、はい。そこは決まってるので、うん、まあ、そこだけ最低限覚えれば、うん、ちゃんと筋が通る感じにはなってるなっていうことで、うん、なるほど。そこもメリハリがついた学習ができますし、ああ、なるほど。はい。あと、なんだろう。解説がついてるんですけど、うん、それがすごいわかりやすい。コラムダビスの解説、コメントとかどうですかね。そうです。コメントが特に私はすごいわかりやすかったです。はい、ああ、なるほど。それから先生頑張ってこういうのをこうどんどん毎年増やしたりするので、こういうところで、こう、本文の理解の促進にも役立ったんですね。はい。これもかなり、豊川先生が喜ぶようなことをおっしゃっていただいたんですけど、はい、ここを期待にしてて強調して、しかもこういうコメントとかで理解を促進させて、で、やってるって感じですね。はい。わかりました。じゃあ、続いて、じゃあ、それ、苦手な科目ってのはありますかね。苦手科目、会計学。うん、ああ、なるほど。どの辺でこう苦手な意識がありますかね。まあ、理解重視がすごい好きなので、うん、本当に。そういう意味では暗記色がやっぱり強くて、まあ、こう、体系とかもちょっと見出しづらいなっていう感じがして苦手でした。うんうん、ああ、確かに。もしかしたら暗記量って意味では鑑定論なんですけど、暗記色が強いって意味だともしかしたら会計学かもわかんないですね。うん、しかも手続き法、なんていうか手続き的な科目なので、はい、そうですね。ある程度ちょっと暗記しなきゃならないって感じですかね。まあ、とはいってもやっていかなきゃいけない。じゃあ、苦手科目の会計学って自分なりにどんなこう学習の工夫とかされますかね。やっぱりその、とにかく全部暗記しなきゃっていう気持ちで、うんうん、講義の、基礎講義の段階から、こう、うん、点線部分がある。会計基準とか、ね、会計基準とかで、もうビーって引いてあって、うん、まあ、暗記しなきゃって思うとなかなかできないんですけど、まあ、なんでもう、当連に絞りました、うん、本当に。なるほど、なるほど。なるほど。まあ、だからそのテキスト丸々だとちょっとハードルが高いので、とにかく当連から潰していくっていう感じですね。はい、まあ、でも、高坂先生当連当てるので、だからそれ結果的には多分、まあでも対応できた感じですね。はい、全然対応できました。わかりました。じゃあ、私が探偵する、こう、鑑定理論なんですけど、ちなみに鑑定理論って得意不得意で言うと、どちらの科目になりますかね。まあ、好きだったんですけど、うん、試験直前までは苦手でした。うん、なるほど。どの辺でこう、苦労したとか、勉強方法の工夫とか何かありますかね。やっぱりなかなかその暗記ができてないと点数が積み上がらないので、うん、そうですね、はい、まあ、なかなかその答案構成とかは最初の段階から結構できてたんですけど、うん、理解はできてるので、はい、ただまあその基準が書けるかっていうとなかなかできなくて、はい、まあ、とにかくでもそれは答練を復習して、はい、なんとか基準を直前までに暗記してったっていう感じです。でもそうですよね。例えば9月、10月から始めて、多分実践答練とかってもうなんか年末ぐらいにありますもんね。はい、だから3ヶ月後くらいとかに実践答練だったらさすがに本当多分結構辛かったと思うんですけどね。だからもうちょっとこう答練を覚えながらじゃないですけど、そんな感じでやってったって感じですかね。はい、基準留意事項の暗記って具体的にはどういうふうな感じで暗記をしましたかね。基準留意事項は、うん、答練の回答解説部分みたいなところ、うんうんうんで暗記してます。ああ、なるほど、はい。だからちょっともうさっきの会計学と同じですね。テキスト丸々とハードル高いので、はい、一応僕が作ったその答練を中心にやっていただいたって感じですかね。はい、一応、伝えてるんですけど、僕はその実践的中総ざらい模試の38問で、一応網羅的に今年出る可能性がある本で出してますよっていうのを伝えてるので、一応、だからそれを中心にやっていただいたってことですよね。はい、でそれで一応受かっていただいたんで、一応網羅性が担保できてるのかなって、ちょっとこう、受かっていただいたのを証明してくれてるのかなと思ったりもするんですけどね。はい、まあ、答練中心で、まあ、理解中心で、まあ、アウトプットからインプットするみたいな感じですかね。はい、リアルつけてやっていただいたって感じですね。あと、じゃあ他になんか、レックの教材以外に自分なりになんかまとめのノートとか、そういうのって作ったりしますかね。はい、なんか、やっぱりどうしてもアウトプットの教材を使ってたので、うん、なかなかこう体系的に学ぶことができてなかったなっていうふうに感じたので、うん、こう例えばその何でしょうね、一章だったらここが、うん、覚えるべきところみたいなところを、うん、こうなんとなく分野ごとにまとめて、うん、でそれをこう自分でパッと思い出せるように、うん、パッと思い出せたら、まあ、それはまあ丸っていう感じでつけて、思い出せなかったらバツってつけてっていう感じで、それを繰り返してました。これがその一つですかね。多分なんかこう、自分のこのメモというかまとめている。そうです。そうですね。はい、なんかこう、覚えるべきチェックリストみたいになってて、で、こう丸とかバツがついてるのはこうチェックしたりなんでるとか、そうやられたって感じですよね。はい。そういう自分なりのこう多分やるべきなんかまとめもというかチェックリストみたいなものがこう自分なりに作ってたって感じですね。これ、例えば、そこね、高校受験とか大学受験とか昔からこういう感じでやられてる感じですかね。
そうですね、高校受験というか。あ、やっぱなるほど、やっぱ勉強の自分なりのスタイルができてるってことですよね。はい、それをその鑑定士の資格の勉強でも自分なりにこれやってみたって、ね。はい。すごい、やっぱりこう確立されてる方ってやっぱり受かり、短期で受かりますもんね。これ自分なりの方法論でやっていただいたって感じですね。わかりました。あとは、そうですね、論文、答案書く上で、こう自分なりにこう意識していたり、工夫したりしたことってありますかね。やっぱりとにかく見やすさ、うん、っていうのはすごい意識してました。うんうん、なんか筆記用具とか自分なりにいろいろ試したり、なんか選んだりしますよね。はい。やっぱりこう、太く、もうとにかく字が濃くて、うん、まあ、太くて、うん、で、まあ、手が疲れづらいものを選んで、うんうんうん、でとにかく字は綺麗に書くってことを心がけてました。うん、一応こう採点してもらうという意識で、はい、しかもはっきりと濃く、はい、で丁寧に綺麗に意識してっていう感じですね。はい、あとなんかこう深く流れというかなんかその辺も自分なりに意識がありますか、ね。深く流れもやっぱりこう自分が今書いてる内容が、うん、その採点者のこう求める回答のどの部分に当たるのかみたいなのを意識して点数を積み重ねていくイメージで書いてました。うんうん、あ、なるほど。だからもう本当に小問ごとに問いに素直に答えるということをかなり意識して、はい、こう一つ積み上げていくみたいな、そういうスタンスで答案を書いていたっていう感じですね。はい、やっぱ書き方もなんか理解重視って感じですね。はい、わかりました。あとは、基本的には通信メインで受講されていただいてたと思うんですけど、一応の通信制向けが、まあ、あの、通学の方もできるんですけど、あの、教えてチューターでメールでの質問が、リクでは、そのあたりなんですが、それって、こう、活用とかでされたりしていますか？かなり活用させていただきました。はい。どれぐらいの頻度とか、どんな感じで使ってますか？やっぱ基礎講義の時期は、すごい質問をたくさんして、週2回とか、はい、ぐらいはやってたかなと思います。はい。ちゃんと僕返してますよね。はい。非常に迅速にもう当日中とかにもいつも返してくださって。あ、よかったです。のろくなくてよかったです。いや本当にもう丁寧にあのどの先生も迅速で本当に丁寧に返してくださったので。そうですか。なるほど。じゃあそのチューター提出の制度もうまく活用していただいたっていうことですね。すごく学習がはかどりました。わかりました。はい。は、まあ、1年弱ではとはいえ、まあ、それなりに期間があったので、やっぱりこう、くしゅっとこうモチベーションがどうしても下がっちゃったりとか、時にはこうスランプみたいなこともあると思うんですけど、なんかその辺で自分なりにこう工夫というか、そんなありますかね。やっぱりどうしてもなかなかやる気が出ない時とかってあったんですけど、うん、そういう時はあの本当に切り替えて、うん、自分の趣味にもっとして、うんうん、で、ちょっと罪悪感を感じてしっかり気持ちを切り替えて勉強に向かいました。ちなみに趣味って何、どういうことだったんですか？私の場合はピアノを弾くのが趣味でした。なるほど。だからもう無理というか、そのもうピアノをやって、はい、振り子振って、でもやっぱり勉強しなきゃってこう思いますもんね。でそこでやっぱりもう戻すっていう感じですかね。はい、なんかこうだだだ長くやるよりも一回振ってちょっとまた戻すっていう感じですかね。はい、分かりました。あと何かそのまあ何でしょうかね。そのスランプじゃないですけど。うちのなんかこう、ものでこう、うまくそのモチベーションに活用できて使えたみたいなものがあったりしますか？直前期、うん、なかなかもう受からないんじゃないかっていうさ、で、はい、もう勉強進まなかった時期に、はい、あの、直前期の相談会みたいな。あ、ありますね。水戸橋本校で、まあ、何回か直前の質問会、相談会ありますね。あ、来ていただきましたもんね。はい、ファイナル模試かなんかの時です。はい、はい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 、本当に直前の時期に、そうですね、これからどうしたらいいんですか的な感じのこう、はい、そうでしたね。はい、そうでしたね。あ、おね、もうじゃあ多少は最後粘りのモチベーション維持に少しは役立っていただいたって感じですかね。もうすごく、はい、それで前向きに頑張れました。あ、それはそう言っていただくと、この設定したというか、あの、やった甲斐があったというか、本当に嬉しい限りですので。わかりました。あとは、こう自分がこう勉強されて受かっていただいて、なんかこういう人が受かりやすいとか、そういうのってこう感じられることってありますかね？なんか、全然私自身も自分が受かったことがまだ信じられないぐらいなので、うん、全然受かりやすいとかはちょっとわからないんですけど、うん、私のことを挙げるんだったら、うん、まあ、素直に、うん、先生のアドバイス通りに、うん、先生が言ってくださったことを、うん、まあ、できる限り 100% の実行できるぐらいを目指して、うん、まあ、コツコツやれる人なのかなって思います。うんうん、それ説得力ありますよね。まあ、そういうのやられてるんでよかったですね。はい、まあ、でも本当に、正直やっぱそうなんですよ。やっぱり本当に、
こうにやってくださいって言ってこうやっていただいて、でそれをこう粘り強くコツコツやっていただくと、やっぱり受かるべくして受かる人が受かってきますので、まあ、確かにおっしゃるとそれが受かりやすい方なのかなと思っていらっしゃいますね。分かりました。じゃあ、今年の、論文本試験ですね、8月の試験を受けて、受け終わった後とか自分なりの手応えとかってどうでしたか、ね、手応えは全然なくても落ちたなっていうふうに思いました。はい、ですか。なるほど、なるほど。鑑定理論って、じゃあまず論文からどうですか、実際本試験かけたかけないで言うと。まあ、もちろん自分の中では一番それまでの力を出し切ったという感じは、うん、それはいいですね、なるほど。ありましたけど、やっぱり他の受験生と比べて、うん、まあ、上の方にいるかって言ったら全然だなっていうふうに思いました。うんうん、なるほど。はい、論文、例えばどうでしょうかね。問題1って一章の問題だったんですけど、はい、それって結構みんな今年苦労したと思うんですけど、その辺どうですか、ね、すごい、私も苦労まして、もう、1問目を見た段階でちょっと焦ったんですけど。そうです。僕もさっき網羅性って言いましたけど、一章は当然出してなかったですからね。はい。はい、どういう対処しますかね、その辺って。ただまあ、その、やっぱ講義を受けてる段階では、うん、理解はちゃんとしていたので、うん、まあ、その理解した内容をなんとか言語化して、頑張って、書いたら点数が、まあ、乗ったのかなっていう感じです。多分担当を受けてることが良かったと思うんですよね。多分担当ってやっぱ網羅的に一章もやるので、で、それ5月に受けて8月論文なので、多分担当の時やった知識がまだ残っていて、はい、多分それで理解が残ってるので、それを文書化したんで、多分もしかしたら一章でリードできてるんじゃないですかね。それで結構いいとはなったと思うんですけどね。ちなみに例えば問題3って収益分析法の問題で結構穴になりがちなんですけど、そのあたりの問題ってどうですか、ね、確かそれも当連で触れてた部分だったので、うん、はい、まあ、なんか収益分析法そのものを扱って、ってたかどうかわからないんですけど、うんうん、それに近いものがあったなっていうふうに感じたので、うん、それを応用して書いたっていう感じ、うん、なるほど、確かに実践等に出してたので、はい、それちゃんと復習していただいたので、まあ、何になることなくちゃんと対応できたって感じですね。はい、多分収益分析は多分タコさんですとそこまでやってないかとかなと思う、多分それリードもできてたんじゃないかなと思うんですけどね。分かりました。演習ってちなみに最後まで解けましたか。演習最後まで入る。あ、すごい。なかなか最後まで解けてる人そんなに多くはないと思うんですけどね。じゃあ演習は自分なりに終わった後は結構いけたかなって感じはあったんですか。そうですね。ただまあその勢いに乗って何とか解いたんですけど、うん、ただまあその、うん、合ってるかどうかちょっと確認は、ね、まあ、なかなかできなかったので。確かに計算ミスとか。ちなみに普段の模試とか当連とかって演習って結構最後までいけてたタイプですか。いや、全然いけなかったですね。じゃあ結構本番で最後までいけたのはあれですね、とても良かったですね。このあ、なんですか、普段の当連模試だと最後までいけないんだけど本番で最後までいけたっていう感じですよね。そうですね、直前期にやっぱり叩き込んだという感じだったので、演習は伸ばしやすい科目ですからね、はい、かなり最後こう実力も演習のスピードも含めて上げることができたんじゃないですかね。なるほど、分かりました。あと一応レックではその基礎を重視したまあ講座だったり教練等との作成で、まあ、できる限り負担を少なくして合格させるってことを一応方針にしてるんですけど、そのあたりってこう今年の本試験受験されてみて、どうでしたかね。もうすごいその方針がもう合格に直結したのかなって、うん、私もすごい感じてて、うん、最低限やっぱ基礎みたいなところをこう講義で身につけてから、うん、必要以上にこう知識を膨らませずに十分その試験の問題に対策できるだけのまあ知識 で、うん、であとはアウトプット重視でしっかり時間をかけていくっていうスタイルがなんかこう効率がいいというか、私は特に短期で合格したのですごく良かったなっていうふうに思います。一応うちでとかフルコース取っていただいてたんですよね、はい、まあ、担当論文フルパッケージも、しかも多分学割かなんか使えてた感じですね。はい、あ、じゃあかなり多分安く申し込めると思うんですけど、はい、はい。だから多分費用的な意味でも効率的に多分、はい。で、うちのこう、フルコースの流れに乗っていただいて、まあ、ちゃんと基礎から、ちゃんとこう積み重ねていって、受かっていただいたって感じです、ね。はい。あと、一応、レックではその各講師がその本試験傾向とか、特に教養科目ですと試験員とかしっかりと分析して、当連とか模試とか、作っていて、まあ一応当たるってよく言われていただいてるんですけど、その辺ってこう実際受けられてみて、まあ的中度というそのあたりどうですかね。すごい的中まあ今無理から言わせたみたいな感じですけど、でもそうですよね、会計学とかも当たってましたし、はい、そうですよね、それなりに当たってま
だから特に東連中心の勉強されていくと思うので、はい、まあ、そういった意味でもだから受かっていただいたってことはそれなりうちの東連がどの科目も当たってたってことの証明をしてくれてるのかなと思うんですけどね。分かりました。ズバリ今年ですね、その最終合格できたこう決め手みたいなものって自分なりには何だと思いますかね。そうですね、なんかやっぱり諦めないで、うん、淡々と学習を続けたところなのかなっていうふうに思います、なるほど。そうですよね、多分東連とかマスとかもまだ暗記ができてないとそこまで高い点数なかったと思うんですけど、はい、その辺でこうくじけずにコツ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 やっぱりもう本番でいけばいいんだみたいな気持ちもずっと持ちつつやっていただいたって感じですね。はい、とにかく本番で点数が出せればいいって思って、落ち込まずにやりました、そうですね。特にやっぱり1年目一発合格の方は本当に本試験の直前直前まで伸びしろというか伸びますからね、多分それで本当に実力ガンガン伸ばしていただいたという感じだと思うんですけどね。わかりました。今在学中に受かられているので、実際のこう就職活動みたいなものを多分、4年生来年とかですかね、はい、いろいろパターンありますよね。普通に就活するパターンと、まあ、官邸事務所への就職のパターンといろいろあると思うんですけど、自分なりに、まあ、今の段階ですとこうどういった方向でこう働きたいとかそういうイメージ持ってますもんね。まあ、やっぱりその合格したので、まあ、鑑定士の資格しっかり生かしていきたいなって思ってて、ストレートに生かすんでしたらやっぱ事務所、鑑定事務所、まあそうですね、ってことになるんですけど、他にもその信託銀行とか、あ、そうですね、まあ、デベロッパーとか、あー、そうですね、ちょっと視野を広げて今いろいろ探してる感じです。あ、まあ、ある意味こう贅沢な悩みっていう感じですかね。確かにいろいろ選択肢があると思うんですよね。普通の合格者ってやっぱりその合格発表後こう1ヶ月ちょっとでもうすぐに就職転職先決めなきゃいけないんですよね。それこそもう、引っ越し先も含めてもう1ヶ月ぐらいでダダダって決めていかない、まあ、だからかなりこう慌ただしく決めなきゃいけないんですけど、ある意味多分学生の方でこう早期に受かった方のメリットだと思うんですけど、ゆっくりこう方向性を決めれますよね。本当にまず一般の企業に就職してそこで鑑定士の資格をこう生かすってもありですし、まあ途中から鑑定事務所転職っても全然ありだと思うので、いろいろ本当にこう方向性が選べるので、なんか鑑定事務所とかでもアルバイトしてみようかなとかね、思ったりやってますかね。そうですね、はい、そうですよね。それでこうインターンじゃないですけどいろいろこう感じてみて、でまた決めることもできますのでね。そういった意味ではかなりやっぱり、学生のうちに受かるメリットですかね。多分一般の就活でも不動産絡みのところならば鑑定士はやっぱり知られてるので、かなり強力な武器になるんじゃないかなと思うんですけどね。わかりました。じゃあこれからの抱負みたいなものってあればお聞かせいただきたいんですけど。やっぱり鑑定士として誇れるように、まだまだその今、不動産とか、金融についての知識が全然ないので、そこら辺の知識とかを深めていけたらなっていうふうに思います。僕に言われてるみたいな感じ、僕も勉強しないと。でもこれ試験あるあるで受かるといろんな勉強またしてみたいと思うようになってくるんですよね。だからこうどんどんいろんな勉強もまた続けていきたいという感じですね。はい、分かりました。じゃあ最後になるんですけど、いろいろね今ご覧になっている方、これから鑑定士目指している方もいると思うんですけど、そういった方に向けて何かこう、メッセージみたいなのがあればおっしゃっていただけますでしょうかね。やっぱりすごい科目も多くて勉強大変だと思うんですけど、本当にでもまあその淡々と諦めずに最後まで頑張ってください、ください。いいですね。でもそうやって受かっていただいたんですもんね。はい、説得力ある言葉だと思います。いや、いろいろ本当にありがとうございました。はい、多分いろいろためになったことを聞けたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ以上をもちまして2022年度論文合格者対談の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。